内山さんより受賞コメントを頂戴してまいりたいと思います。あ、本日はこのような賞をいただきありがとうございます。ちなみに今笑ったのがうちの娘でして今日はあの娘も見に来てくれてました。奥さんも来てくれてまして、まああの僕自身もね、まだあの新米パパということで、まああの育児にはね正直そこまでね自信があるわけじゃないんですけど、うちはあの奥さんがしっかりしてるので、まあなんとかできてるのかなと。まあその奥さんがね今回このようなあの賞をいただいたことを非常に喜んでるというのが本当にありがたいなと思います。まあ僕も6歳からあの芸能界にいるんですけども、あのどっちかって言ったら僕ダメ子役だったんですね。言ったら挨拶も偉い人にしか一切しないとか、そういうダメ子役だったんで、自分と真逆に教えてます。ちゃんと誰にでも挨拶するんだよとか、うん、そういう風にして、まあそうですね、僕見たくならないようになってほしいなと思ってて、でもまあ娘にはやっぱり子役にはさせたくないっていうのがあるんですけども、最近なんか知んないんですけどね、ちょっとグルメレポートをしようとするんですよね。食べようとすると皿を僕にこうやって向けてきたりとか、2日前から急に眉を覚えまして、食べるために眉って言うんですよね。だからなんかやっぱ出ようとしてんのかなっていうふうには思うんですよね。